マッピー会長の動画。おっす、マッピー会長です。今回は降臨チャレンジ、いや今回もちょっとゼロ戦ジェイサンドヘラをね使っていきたいと思うんですけども、魔導器、これはいわゆるグリモアル降臨ですね。ゼロ戦のヘラでね封印達成 100% にしていきましょう。あ、いい感じの盤面、光1コンボだけとか どんな感じなんだろう。あー抜いちゃうね、やっぱそうか、うん、ちょっとねスキルダメが重要なねダンジョンなので少しでも貯めたい。はい、お光いいねいいね。あ、ちょっと待って、待って、いやちょっとよろしくない、あの全員倒しちゃうでしょこれ、全員倒しちゃうでしょこれ。あ、そうでもないね、うん、2ウェイついてたら確実に倒してたかもね。まあじゃあここはちょっと、スキル試させていただきましょうか。武器振り上げる、あ、そっか、ここで倒さないといけないんだ。何を俺はうーんとか言ってるんだ。ここで倒さないといけないんだ。はい、しかもこれプラス落ちてるね、負けるわけにはいかねえ。はい、続いてバトル3。はい、ここ、あ、水か、いいね。あの貴族生だったらちょっとねスキルダメがしにくかったんですけども、水だったらね、なぜかというとあの半分以下になった時のねマジカルブックの後の攻撃がかなりね貴族性が強いので、水だったらまあ OK、 水か火だったら OK、 まあ貴族性だったらちょっと難しいと、そんな感じですね。はい、ここじゃあスキルダメするので、早送りでご覧ください。はい、今ねゴッドグラビティあと6なので、まあこんぐらい溜まればもうそろそろ、攻撃しても大丈夫です。じゃあどういこうかな。闇2ウェイ組んじゃったりして、あ、いいね、なんだ今の落ち込ん、落ち込んで2ウェイパーリン、おいしょ、あ、いいですね。はい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 、余った、あ、まあいっか、ちょっとあんまりパズル上手くないな。まあいい。はい、バトル4。ここはね、アポカリプス使っちゃいましょう。これで3つでいいかな。うん、これでいこう。はい。まあ2つでもね、いけると思うんですけど。はい。OK。これ弾きます。で、ここね、うーん、ちょっとここね難しいところなんですけど、とりあえず闇で攻撃するか、うん、闇で攻撃して光、あ、いいねいいね、変換するな変換するな、おい変換しないでって言ったばっかりなのにこうやって変換してくる、まあこういう意地悪なやつなんですけどね。ここねちょっと調整が難しいんですよね。はい、で、光がね7個ぐらいあったらワンパンいけそうなんだけど、お、あ、やばくない、
やばくないか。あ、大丈夫だ。あ、そっかそっか。え、待って、あ、そっかそっかそっか。今のは HP が低かったからバイルス発動しなかったんだ、俺としたことが。どうしようかな、これで。あ、待って、あ、オッケーオッケーオッケー、光いい感じ。あ、ただここで、あ、そうなのか。回復しよう。光揃いたくない。よし、こんぐらいだったら。あ、やばい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 、親帰ってきちゃった、親帰ってきちゃった、親帰ってきちゃった。ちょっと待って、はい、家族が帰ってきた、やばいやばい。すいません、カットします。すいません、お待たせしました。ちょっとね、ちょっとご飯の時間がやってきたので、巻きでいきたいと思います。はい、よいしょ。ここはもう HP 削っていただいて、サクッといきましょう。はい、マインド回復して、オッケーで、まあ普通にあとはもう削っていただければ。あ、もうこの調子だったらいけますね。よし、オッケー。よし、オッケー、勝った勝ったぞ。はい、テールギアですね。まあ魔導書シリーズの中ではテールギアが結構評価が高いみたいなので、まあ嬉しいですね。まあ、一応こいつの口蔵も使って、あとは、ワンパンすれば OK です。まあ1ターンはねこいつ攻撃しないんで半分以下にいくと。だからまあここでワンパン、もしできなくても、まだワンパン、ワンパンじゃないわ、ワンチャンあるので。はい。はい。火力どんぐらい出るかな、これ。あー、イザナギ見てたけど40万ぐらいか。単体40万ぐらい。オッケーオッケー、わかった。はい、こんな感じで、ゼウスさんとヘラで、グリモワールですね、いわゆる、魔導器、魔導器降臨、降臨チャレンジの魔導器を攻略しました。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。またな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をまだしていないという方、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。マッピー会長でした。またな。